ローランド JP-8000 は1996年に発売されたローランドのアナログモデリングシンセサイザー。JP-8000 は1997年初期に発売された第1世代のバーチャルアナログシンセサイザーである。JP-8000 の発売と同時期にはクラビアノールリードやコルグプロシー、アクセスウイルス、ヤマハン 1X といった バーチャルアナログシンセサイザーが登場している。これらシンセサイザーはそれぞれ機能やサウンド、アーキテクチャが異なっているものの、クラシックなアナログシンセのユニークなサウンドや機能を再構築するために活用された。JP-8000 は発売当時、1981年に発売されたローランドジュピター -8 から続くクラシックなシンセサイザーを 現代のデジタル技術で復活させたものだと見られていた。実際、プログラミングインターフェースや音声合成オプション、全体的なサウンドトーンは Jupyter-6 によく似ている。JP-8000 では、旧来のアナログシンセサイザーが持つ温かみや鋭いパワーをデジタルで再現することを目指していた。バーチャルアナログシンセサイザー初期の製品ということも、 あって、アナログの温かみには多少欠けていた一方で、モーションコントロールや短いシーケンスフレーズをキーに割り当てる RPS といった様々な新機能が追加されている。さらに、ユニークなスパウスオシレーターやアルペジエータ、割り当て可能なタッチ式、リボンコントローラといったアナログ風のコントローラも特徴的である。JP-8000 は、 当時の他のアナログモデリングシンセサイザーとは異なるいくつかの機能を備えていた。特筆すべきは、ローランド独自のオシレータであるフィードバック及びスパーソとパッチパラメータを編集するためにロータリーエンコーダではなくスライダーを採用した点である。特にスパーソはトランスなどのダンスミュージック分野において JP-8000 がアクセスウイルスと共に広く使われ成功する要因となった。 ローランド TV-303 がアシッドハウスやアシッドテクノといったジャンルの代表的な機材になったのと同様 JP-8000 のサウンドは楽曲のフックやメロディ全体でサプワーソによるメロディックでパワフルなリードを用いるアンセムトランスと呼ばれるトランスミュージックの一ジャンルを形作るものとなった。なお JP-8000 のサウンドプロセッサーは16ビットである。 1998年には JP-8000 の 6U19 インチラックマウント版となる JP-8080 が発売された。JP-8080 では JP-8000 のアナログモデリングエンジンに加えて内蔵オボコーダーなどの新たな機能が追加されている。パッチ及びパフォーマンス数は3倍となり、お寿司2ではノイズ波形が 利用可能となった。ほとんどのパッチは JP-8000 と JP-8080 で互換性があるが、一部 JP-8080 に特化したパッチも存在する。さらに JP-8080 ではディストーションエフェクトも利用できる。ローランド JP-8080 スパーソはローランドが独自に開発した波形であり、 JP-8000 や JP-8080 に代表される同社性シンセサイザーに搭載されている。スパーソは一つのオシレーターで複数のノコギリ波、オシレーターを再現するというアイデアに基づいている。この波形はそれぞれ微妙に周波数が異なるノコギリ波7つを合成したものに相当する。JP-8000 の生産終了以降、 いくつかの企業がスパーソのようなオシレータールゴリズムをハードウェアおよびソフトウェアシンセサイザーに搭載している。JP-8000 のアーキテクチャや複数がねられたノコギリ派にインスパイアされたソフトウェアシンセサイザーの一例としてはスパーウェイブ P8 がある。また JP-8000 風のインターフェースと2.46.10個のオシレーターを使ったスパーソ波形のバリエーションを備えた。 スパーソプラスというソフトウェアシンセサイザーもある。アクセスミュージックは2005年 TI シリーズとしてスパーソオシレータに似たハイパーソというオシレータを備えたシンセサイザーを発売した。ローランド自身も s h 2 0 1や SH-01、v s y n h v s y n h x t といったスパーソオシレータを搭載するシンセサイザーの製造を続けている。スパーソは エレクトリックダンスミュージック、特にハードコア、ハードスタイル、アンセムトランスといった分野で広く使われ続けている。特によりハードなダンスミュージックが音楽チャートを席巻し始めた2006年以降、スパーソ波形は再び人気を集めるようになり、多くのメインストリームポピュラー音楽で使われている。ありがとうございます。